はい。ご挨拶を、まあ、そうですそうです、だからあの今の競技中ですね、着物畳検定とかあったら面白いね。畳みやすいのを選んだつもりが滑るっちゃね、今度はね。今みたいになるけん、わわってなるけん、手を動かす。そう、そう、この左手離さないところが正しいです。そう、そう。いや、向こうを下げしましょうか。その右手は正しいです。最後ちょこっと微調整して。はい。よいしょ。2回目にしてこれは、あ、素晴らしい。よく習ってないのにそれよくしました。そうですそうです。あの今まで合ってます。はい。合格。素晴らしい。で選手交代。すいません、ほうで。あれですよ、あの体育の授業で、まあ、どんどん耳を入れるパターンです。もうそうすとか。なんか言ってます。はい、ではあの次に坂井選手お願いします。はい、どうぞ。体育の授業やるときはやるね。ね。で中島行っていつです。また来週。それはまた来週って感じ。やりましょうか。やる？うん。した方がよからんもん。燃えてますよね。そう、燃えてます。すごいね。なんか今日真剣。あ、電気つけてなかった。電気つけてなかった。電気つけた方がいいよ。ちょっと私たちやるよ。ちょっと生き様考えて生きようって、ちょっと午前中言ったらちゃんとしようね。えらいえらい。けどやっぱあれやろ、ほら、あの後シミュレーションで見たのとかでもやっぱりだいぶ違うやろ。ね。やっぱ見るとね。まずそこニキビできたやん。若いじゃん、まだ。若いね。あの、この辺、この顔で覆う時のこの中にできるニキビは良くないらしいよ。ここって聞きますね。いや、だけど、ここの、はい、ここでしょうか。うん、そう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 。てか、ちゃんと洗いらんけやろうか。洗ってます、洗ってます。洗っとう。なんていうか、その年ぐらいまでまだニキビできるっちゃ。もう、私ぐらいの年だったらニキビもできる。吹き出物です。どうして使ったら蹴られる。吹き出物っていくつかで言うとこあるので。普通だってもいい。あ、そんなことどうでもいい。この間の方がうまかったね。ちょっとそこら辺、この吐きて、この中が少しぐしゃぐしゃですよね。うん、そしたらね、これをね、これをきちんと揃えんと、今みたいになるって、要するにここやらんと、ここに響くわけね、はい、うん、ちょっとその、ここがずれとったけんさ、はい、中襦袢は、とにかく大の字に寝かせるわけです、そのまんまね。だけどちょっとこの幅って辛いんですよ、実はちょっと、きれいにできないかもしれませんけど、ね、で、あの、こういうのを意識当てています。
あの後ろにこうしてるやつ意識当ててください。でここにあの要は脇線で折ってます。で着物はこうです。こうだけあの男性のシャツと一緒です。男性のシャツと一緒です。そうなのでこっちですね、こっちが上、うん、でこれをですね半分にこうちょうどここが真ん中、ここが真ん中やね、ここが真ん中ね、ここ、こうここが真ん中であろうところに持ってきます。でこれもこう持ってきます。だけこうここがちょうど真ん中半分だけに観音畳と言ってるわけです。でこれをで感じでいいですよ。でそれを2分の1に、これが難しいです。そう難しくないでしょ。ミルブルは、はい、どうぞ。余裕そうです。はい、ごめん、この幅ちょっと狭いじゃん、ここするそれをするにはね、ちょっときつい場合がありますけど、うん、でこのこっち側のこれがあの それでいいんです、それでいいです、合ってます合ってます合ってます。で、ね、この時にこうしてこうして、そう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 、それでいいんですよ、それでいいんですよ。で、それを半分がどこら辺かをちょっと意識しながら、だけどこれの半分と思ったらいいだよ。だけど要はこれの半分だけ、これね、ここに合わせる。そう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 。ここごめん、ちょっとね、ここね、本当ここやりにくいっちゃ。これもうちょっと、もう幅いるっちゃ、ここは。ちょっと難しいニュアンスですけどね、ね、そこまでできよったら、たらちゃんと取ると。はい、いいと思います。大丈夫です。少しは意味が分かってきたの。横根とこれだけ道行きもこういうことだけ、羽織なのか道行き、もうほら羽織ってここにないわけやけね、はい、道行きとかあと雨コートだけ、着物の種類を先にあえてあの覚えてもらったのは種類が分からんと畳み方もつながっていくわけね。だけあとは良し悪しです。あと良し悪し、こんなのも触りようちにいいもんは分かってくるけ、だけその指の腹で覚えていく。これを一旦こうしてちょっと仮置きして、はい、でほら見て、ちょこっとだけほらちょこっとだけここのところだけが出るって、それこそチラリズムなんですよ。あの後ろからちょこっとだけこの色が出ると、普通の長着と羽織と長襦袢でした。いいですか、はい、たった2回目でここまでスムーズに行きましたね。こっち側からはすでにあと、そっち側しか、はい、こっち側で、こっち側でじゃあせっかくやから挨拶しとこう。でようやく畳めるようになりました。でも2回目でこれだけ畳めてたらもう大丈夫ね。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ちゃんと挨拶すると失礼します。
とそうだけ、もうちょっとちゃんと挨拶した方がいいと本当に今後ともよろしくお願いいたします。失礼いたします。JR 福岡豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。